はい、こんばんは、藤尾でございます。晩ご飯でございます。今日はですね、肉じゃがとお魚とありますけども、先ほどからですね、ずっとこう、動画が撮れなかったんですよ。後でご説明します。まずいただきます。見たい方は最後に動画の苦労をいただきます。エピソードをお聞きください。うまい。もともと動画撮るんで母ちゃん牛肉入れてますけど、私はもともとこの牛とかあんまりお願いしなかったんですよ。鶏とか入れたり、牛を少なめに入れたり、野菜いっぱい入れてもらってたんですよ、動画撮るまでは。今こう動画撮るためにこれやってますけども、本当はそっちが好きですね、牛肉入れるよりも。うん、だからもう丸ごと入れて、人参とかもいっぱい入れて、こんにゃくいっぱい、こんにゃくが多い方がいいですね。これショート動画でいっぱい食べましたけど、牛肉あんまり、肉があんまり好きじゃないですね。よし牛でも玉ねぎいっぱい入ってた方がいいですね。まだなんでしょうかね。この魚もない。もうほぼ缶詰みたいな。うまさ。今日はちょっと母ちゃん、目が腫れてたんですよ。今来て帰りましたけども、もう動画が撮れないんですよ。待ってたんですけど、もう帰りました。でやっと今動きました。動画が途中で切れるかもしれませんけども、眠りすぎたのかなと思ったんです、目が腫れたんで。悩んで泣いてたそうです。いろんなこと。肉大変ですよ。店長やって。みんなに迷惑かけて、助ける人もいなくて。文句は言わないけど、多分泣いてるんですよ、彼では。笑いながら言ってましたけど、目が腫れてましたから。でも怒るんですよ。それにまた私が怒るんで、余計に辛くなると思う。それでテレビを見てたら、ラーメン1200円で売って家をぼっぱらって、まあ、潰れない店やってたんですけど、ピコ太郎も出てます。またああいうの見ながら私が言うんですよ。だから結局今起きてることって、世の中で値段高くして、もう借金持ってたラーメン屋さんですよ。ピコ太郎となんか組んでたのかな、皆さん見てみましたか。借金持って潰れかけた店をお願いして、儲かってる人にで取っ払って、私から見たら、今の私みたいに
テーブル席とかがいっぱいあって、楽しそうな昔のファミレスですよ。どさんこラーメンみたいな、なんかああいう作りの、あれをもう改装してくれて、私はもうケチなんで、そのままの状態で美味しいもの作って安くっていうのが本当にもう基本なんですよ。今もやってます。そしてあの今のものは全部取っ払って、やればぶち抜いて、外装も変えて金かけてラーメン売ったんですよ。テレビでも口コミもせずね。そしたら潰れるって聞いた時に常連客とかいっぱい来たんですよね。なんで今まで買わなかったのかな、買ってたの、食べてたのか、自分もこう自分の経営ともかぶせてこう悲しくなったりなるんですよね。でその通りにやって、ぶち抜いて、壁抜いて、外装も全部変えて、ラーメンの一杯1200円にしたんです。今までファミレスで800円ぐらい売ってて、ボリュームがあって美味しいって、お客さん考えるじゃないですか、もう来なくなるんじゃないかなって、なんか言われるんじゃないかなって。やったんですよ、もういいな、もう言うこと聞かないといけないんで、潰れない店に出てんで。そしたらもう買ってるって言ってました。月々に1日に20万円ぐらい売れてるそうです。いるんですよ、だからお客さんは、ここにもこの辺にも。だからもうそれをまた話しながらも、いやここではダメってまた言うんですよ。でまた貸し限定なんですよ。見ながらも言うんですよ。もう違うんですよ。でも今までのお客さん大事にしないと来なくなるって言うんですよ。見ながらですよ。でもう何も言わなかった。夜だったんで何も言わなかったんですよ。まあ言ったといえば、まあ例えば今までやってたものをケチャップ多めに入れるとか、マヨネーズをいっぱい入れるとか、甘酢をいっぱい入れるとか、タルタルいっぱい使うとか、どうしてもあの人作った弁当にウインナーとポークと卵入れて喜ばそうとするんですよ。もうそういう時代じゃない、儲からないといけないよってまた説明してたら、じゃあ売れなくなったのまだいるんですよ。それでも見ながらも、これだけ悩んで家でお金がないんで泣いてるって自分で言いながらもまだ言うんですよ。なんで変わらないんだって一言言いましたけども、もうかわいそうだったんで、まあ飲み物買って返しましたけども、なんで変わらないのかなと思うんですよ。もう僕はもうとっくに鶏マヨも減らしたし、自分が一番好きな鶏丼ですよ、減らしたんですよ。それがまた悪いって言うんですよ。違うんですよ、そこも美味しい丼とかいろいろあったんですよ、全部その店も。ですけど、あって美味しいって言う人もいるけど、お店がもううまくいってないですよ。いってなくて赤字続きで、月々に何十万も赤字を出してこんな状態ですよ。だから変わろうとしてるからいうことで変えたんですよ。で結果良かったんですよ。今はいいと思いますよ、私も。それでだって大手が成り立ってますから、ラーメン屋さんでも米田コーヒーとかも高いんですよ。この通りになるんですよ、いっぱいしてるんですよ、いるんですよ客は。米田コーヒー頼んで買ってお金使って、夜は夜のスーパーで取り巻かってしのいでるんですよ。工夫してるんですよ、沖縄の人も。だから弁当を安く売ろうって、弁当安く売ってても買わないんですよ。もう変えていかないといけないです。もう弁当1000円で売ろうかなって言ったら怒ってましたよ、冗談で言ったのに。もうそのぐらいの感覚でやっていかないといけないってことですよ、儲かるために。もうだから経営者がいないお店の方が成り立つんですよ、絶対に。あのほかほか弁当とかフランチャイズの方がいいと思いますよ。もう決定権が上から下されてて、反対とかではオーナーに任せた方がいいって言ってオーナーがやってますけど、どうしても人情商売なんで。だからって言って弁当になっちゃってるんですかね、ほとんど近隣では。もう潰れてってますから、
もう時代なんですよね。人情の弁当や。だからそれを見てて、いや、うちは儲かってるぞって、博多とかなんとか、あると思う、博多の方面とか、都会とか、田舎では無理ですよ、多分。田舎に来てやってください。だからお前が言うのは間違ってるって、なんか言う方もいると思います。その場所、その条件、その夫婦関係、いろんなものが相まって、今の私ができてるんですよ。その私一人じゃないんですよ。お客さんもそうですよ、お客さんの環境があったりとか。難しいですよ。YouTube でも何でもそうですよ。お前の YouTube はクオリティが低いか伸びないんだって。言われたらそれまでですけども、この環境で、このものでやり続けて伸ばしてる人もいると思います。だからいろんなものを見て今日、動画今作ったのも消しましたけども、あれが長引いてですね、もう食べ終わったんで少し、もう5年からいいですよ。お話ししてきます。いろんな動画を見て動画作りたから日曜日やめようと思ったんですよ。もうお母ちゃんに負担かけるんで、これが食べれないんで、やっても動いてますね。ありがとうございます。もう帰って30分ぐらい前に帰りましたけども、ちょっと待ったら動き出してます、今。で、映ってます。途中で切れるかもしれませんけども、あれは1時ぐらいに動画作ったんですよ、立ち上げたんですよ。で、普通ならそこでもうやめてるんですよ、いつも夜やるんですよ、寝てる時に。 Wi-Fi の問題なんですけどね、日曜日悪いんですかね。普通は 2、3 時間で流れるんですよ。で、あの、いつも順調に今昼流してますけども、夜中は気になって今流さないようにしてるんですよね。ただ作ったものを早くお見せしたいと思って流したくなるんですよ。我慢できないんですよね。で、やってみたんですよ、1時頃。案の定進んでないんで動いてないんですよ。この動画が流れないんですよ。で、母ちゃんが来たら、それ削除すればいいなって、途中からでも削除したらゼロになるんで戻るんで、重なるとできなくなるんですよ。動画をブローしてるっていうか流してる最中に動画を撮ろうとすると熱持って飛ぶんですよ。だからあれを消せばいいんですよ、もう無理だったら。と思ってやってたら消えないんですよ、今日は。たまたまそれが。削除削除何回やっても消えないんですよ。だから残ってて熱くなってるんですよ。だから次の動画が撮れなかったんですよ。で、一旦もう電源をもうシャットダウンして数分置いたんですよね、今。彼女が帰って、母ちゃん帰って、もう最終手段で置いたんですよ。まあ5、6分置いて、10分ぐらい置いたんですから、置いて我慢して、立ち上げたら、なくなってたんですよ、画像が。で、もしかしたらできるかなと思ったら今できてる最中なんですよ。ただ温度は上がってると思うんですよ。まあ冷やしてるんですよ、ここで氷。いつものようにこれで。氷に乗っけて。ですけど、ここも置いて冷やしてるんですよ。見てください。これ食べ過ぎて、これが残ってます。今日もおかゆだけ食べたんで、朝。どうしたらいいんですか？弁当やめた方がいいのかなって本当思いますよ。売れないんで。かと思えば売れるんですよ。だから皆さんが多分ですね、同じ考えなんですよ。どこもかしこも。売れないんで、あげればいいんですよ。安くしてるんですよ。自分たちだけ受ければいいって。で、考えはですね、多分思うんですけど、言っときますよ。自分たちは家賃が出ないから、儲かるだろうとか、外で少し売ってるから儲かるだろう、近くの弁当屋さんとかが、安く売ってるらしいんですよ。まだ、未だに。で、私には、値上げしましたって言ってるんですよ、わざと。で、業者の人も口止めされてるのか口聞かなくなってきたんですよ。逃げるようにいなくなるんですよ、みんな。あの、向こうに行ってる業者は。比較いいですよ。私に聞かれて怒ると思って。で、私の動画は見てるんで、私がやってることみんな知ってるんで、参考にさせてもらって逆を言ってると思うんですよ。ただ逆を言ってもいいけど、私口、もう口酸っぱくて、もうずっと言ってますけども、儲かってください、儲かりましょうって話なんですよ。
自分たちが良けて自分たちが儲かればいいだろうということで値下げして客集めて売れてるかもしれません。儲からないですよ。私でもこんなにちょっと売ってても儲からないのに、今の世の中で私のここに来る弁当屋さん何人かいますけど、やめてるんですよ、みんな。安く売ってきて結果はやめてるんですよ。もうものすごい財を成して家も作って店舗も2店舗買い取ったぐらい儲かった弁当屋さんがやめてるんですよ。何件もあるんですよ、そういう人が。いっぱい儲かった人が、やめてる人が。お金があるんで今のうちやめようってやめてるんですよ。他の仕事やってるんですよ。軽くやってるんですよ。何かまあ言えば注文来るんで、知り合いからそれを自分のところに任せて買って持っていくとか、それで利幅で儲かってる。ただその方が儲かるらしいですよ。まあ言えば2、300個来た中から、まあなんて言ってます、結構でも儲かる。1日で5、6000円儲かればいいって言ってます。お金はあるんでって言ってました。またそういう人との競争にもなるんで、儲かないんですよ。だから儲かればお金は分かりつつも始まらないんで、やってる商売なんで、やってる商売の中で行っても聞かない人がいて、昨日日曜日はですね、土曜日に最終2回に行くんですよ。よいしょ、見たらポークは買うわ。ポークをですね、大きい缶買って小さい缶買ってですよ。悪いとは言いませんけど、おかしい話じゃないですか。大きい缶詰めが1400円だったら、小さい缶詰め200円ぐらいは買ってるんです。前にも聞いたけど、なんでそれをするんだって言ったら、その分足りないって言うんですよ。その分省けばいいじゃないですか、やめるわ。で、残るんですよ、いっぱい。残って最終手段はバンバン入れるんです、あの夜の弁当に。バレたら俺にやばいんで。だからそういうことしてる限りはもうお金ないじゃないですか。でコンビは叱って入れたりとか、もういらないっすよ。もうそんな美味しくしようとするんですよ、未だに。だからオタクのはコンビは叱って美味しいから、ここは最高ですねって来るお客さんが、私1日に10人でもいればまあいいですよって言いますよ。一人もいないです。一人も本当に一人もいないです。安ければ買えます。今は。前は言いました。あの思いが強いんですよ、彼女には。安ければ、美味しければ。でも、そば出しなんかも減ってるのは、私がなんか味を変えたからだって。あんなに美味しかったのに。で、また動画でも沖縄そば美味しいですって言ってくる人いるんですよ。あれを見ると見せないようにしてますけども、かわいそうって言うんですよ。ですけど2回も3回もおかわりして食べる人いるんですよ。店内で今食べてもらってますけど、いるんですよ。だから美味しくないわけじゃないんですよ。味を変えただけで、コストを下げただけで。なんで私がここで肉食べないかっていうと、肉臭が嫌いなんですよ。牛肉臭がするんですよ、これ沖縄の牛肉って。だから鶏とか入れた方がまだ美味しいんですけど、これを美味しいって好んで買うんですよ、みんな。だからいいんですよ、だから食べ物って。だってこれあるってことはあなたも買ってるわけですから、で私に食べさせてるわけですから。言っててもあなた聞かないんで、そういうこと聞かないんで、いいでしょうけども。で、言うことは何で言ってたら、動画撮ってて見栄え悪かったら伸びないじゃないかって言ってますけど、これが鶏でも牛肉少なくても動画は伸びますよ。なぜかって、これ牛肉たっぷり入れて、牛丼でもやってる動画いっぱいありますから。私の動画は愚痴言って惨めで、儲かないことを、どうやって儲かるか皆さんと検討してお話しして、なんか気づいてくれて、自分たちを参考にしてもらって、私に言うとかじゃなくて自分の生活において役に立てばいいと思ってるんですよ。私の無様な今のこの環境の中から、夫婦の昼の動画でも作って流れていませんけども、で結局傷んでるのは自分ですよ。泣いてるって言うんですよ、自分で。もう儲からないんで、自分が何もできないんで悔しいって言うんですよ。何もできないんでじゃないですよ。何もやらなければいいんですよ。
やろうとするからできないんで悔しいからやろうとしてるみたいなんですよ。バカなんですよ、本当に。前からそうなんですよ。何もできないから悔しいって言うんじゃないですか、子供に対しての。何もしなければいいんですよ。やるんですよ。そのくせ朝30分にも早く来てくれない方はできないって言うんですよ。で、夜も、昼間も、じゃあ朝できないんだったら朝もうちょっと遅くして1時間。寝ないで続けてから店に立ったらって、お客様見ててガラガラじゃないですか。私 YouTube 喋ってるからもそこにいないんだよ。誰も入らないよって言ったら寝るんですよ。で、聞かないんですよ、まず、基本は。で、3時、4時ぐらいに、私が一人でやってたら、帰るじゃないですか、3時に。で、寝ればいいじゃないですか。なんかやってるんですよ、いろいろ、自分で。例えばそこで計算して、これをこんなもんだなって計算して弾くとか、方法はいっぱいあるじゃないですか。やらなきゃいけないんですよ。何かやってるんですよ。で、お金使うんですよ。だって3時ぐらいか4時ぐらいでも、昼間でも起きてれば、人間ってどうですかね、通りながら私がいつも走ってったりして、この間、その人たち来なくなりましたよ。ここで動画撮りながら、ちょっと待ってねーって、まあ、明るく言ってますけど、ちょっと待ってねーって急いで行くじゃないですか。はいはい、ありがとうって言ってるけど、その人たちは毎回読んでるみたいなイメージで、もう来なくなるんですよ。毎回やってるんで。じゃあ動画やめればいいか、いいじゃないかって言うけど、動画は、もう一人でやるためにやっていく動画っていうことで考えてるんですよ。まあ頼ってても儲からないんで、自分ができることをやりたいんですよ、私は。だから動画はもう苦しくてもやってるんですよ。その間起きとけばいいんですよ。売り場に立つとか。何も朝早く来なくていいんですよ。めっちゃくちゃ売れないんですよ、朝も。だから、売れないっていうのは私、今の話がおかしいかもしれませんけども、売れないっていうのは、朝7時から8時ぐらいまで売れなくなったんですよ。ただそこを見てると、目見えるじゃないですか、まっすぐ。5時半ぐらいから6時半ぐらいの間は売れるんですよ。その間にあの人はいないんですよ。弁当もないんですよ。で、昼も眠って5時、4時半ぐらいから売れ出すんですよ。6時ぐらいまで売れるんですよ。その間いないんですよ。で、私が一人でやってるんですよ。一人でやってる弁当屋でもやっていこうと思ってやってますけども、泣いて悩んで何もできないって言うんであればやればって話です。私やれとは言ってます。なんか言ってることがおかしいんですけども、で私の中にもそういうなんかもういろいろ溜まってくるんですよ。助けてもくれない、誰も見てても、この動画見てても誰も知らない。さっきピコ太郎があのラーメン屋さんに何百万か貸した、何千万かも分かりません、大きいラーメン屋さんに貸したらしいですよ。で、その人はそれも返せてないって言ってました。ピコ太郎から。一緒に組んでた人が、で、これに参加したって、この胸を伝えに行って、頑張れって。ピンチの後にチャンスはあるんだよって。チャンスが来るためにピンチの時だから今チャンスだと思って前向きにやった方がいいって、ピコ太郎が言ってました。ピコ太郎だからごもっともに聞けますよね。ペッパーにアップルペイも出したじゃないですか。今一瞬忘れたんですよ。だから、また来週から厳しいですよ、いろいろ、ほんともう。動画でも喋ってるけども、動画も伸びないし、このスマホが頑張ってくれてるんで、一個で。なんとかやってますけども、いつまで続けられるのかなと思いますよ。と、スマホが飛んだり、まあ料金払えなかったり、いろいろあって。ただフィールドはあるじゃないですか、フィールドっていうか、この YouTube もできてるし、あと、弁当屋さんもあるんで、そこで弁当売り続ければいい。YouTube も YouTube があるんで、そのアカウントっていうか、その登録してるあれで伸ばしていけばいい。で、1000は越してるって。あと、動画再生数を伸ばせば、収入源が増えてくるんですよ。今も2、3ヶ月とか、貯めてからしか来ないんですよね。少ないんで、金額が。これ見てる方は分かると思うんですけども。だからそれがバズったりして、何万とか再生になれば、4000時間ですかね。4000時間をはるかに超えれば、入ってくる量も増えると思うんですよ。あのものが、そこの中で、
出た利益っていうのが2000円とか1000円とかだったら繰り越されてくるんですよ、どんどんあれ多分。だから今のところ私はまああんまりもらってないって言ってるんですけども、そこの中でバズる動画作れば何かこう私がドツボ踏むとか、ここであのこうあの拒食症の人がやってるみたいに何かが当たれば、鬼妻さんみたいに何か旦那と離婚するとか当たれば、 HAD のあのその今80万まで行ってる人たちもあの旦那のあの動画で、まあもともと彼らはあの奥さんが写真の動画でクオリティ高かったんで、あの顔のですねメイクアップの伸びてましたけども、それを見込んで毎日作ってるんですけど、どうもこう喋り動画って難しいんですよね。どう捉えてくれるか難しい難しいばっかり言っててもならないんでやってますけども、食べる動画でもう毎日同じじゃないですか。正直なところは見て聞いていただける方も少なくなってくる。ただパンだけ食べてたり、何かキャラクターを作ってヒトマニアみたいに何かでこうグッとボタン出してこの指が曲がってるんですけどとか、横山天音ちゃんとかなんか歌を歌ってる人とか、藤玉ちゃんとかも歌だけ歌ってたりとか、伸ばしてる人はいっぱいいるんですよ。とにかく顔だけ撮って伸ばしてると思うんですよ。あの人の場合はあの人も私と同じ利益が出てないと思います。そんなにまとめても再生数見たら分かりますから、時間を。ただ彼の場合は時間が短いんだけどいっぱい撮るんですよ。1日20本ぐらい上げてるのかな、でいいのかなと思うんですよ、横動画で。しかもだからそれが同じ人が100人見てて100、100、100って続けたら1000になるじゃないですか、1日に。それを続けてるのかなと思うんですよね。だから少しは利益出てるのかな。ただ登録者数はどんどん伸ばしてます。どんどん伸びてきます、珍しいぐらいに。いろいろあって母ちゃんも苦しめてるんで、また来週からまたよろしくお願いします。頑張ります。この動画が流れるのは多分明日ですかね。今日のあの持ち越しがあるんで流れてないんで、あ、まあ早速また暑くなるんで、さよなら。ありがとうございます。ごちそうさまでした。